エルサレムにあるフランス聖書考古学学院はドミニコ会によって設立、経営され考古学と聖書注釈学を対象としたフランスの高等教育研究機関である。この研究所は1890年に実践聖書、研究所 D、エコールプラチック D、エチュードビブレイクとしてドミニコ会主催、マリー・ジョセフ・ラグランジェ・マリエ、ヨゼフ・ラグランジュ神父によって設立された。 非文文芸アカデミーアコダミでインスクリプションスイベル、レットルにおいて、フランス考古学研究所としての扱いを受けたことなどから1920年には、現在の名称に変更している。実際、その設立以来、この研究所は、イスラエルと近隣諸国の考古学研究と、聖書テキスト注釈学の最前線である。非文学、セム語族研究、アッシリア学、 エジプト学の分野と同時に古代史、地理学、民族史学で異彩を放っている。最も有名なメンバーとしては、ラグランジェ神父に加えて、マリー・エミー・ボワス・マー・マリエ、エミール・ボイス・マード、ローランド・ボー、ロランデ・ボーックス、レーモン・ジャック・トゥール・ネ・レーモンド、ジャック・トーネ、ピエール・ブノワ・ピエール・ブノワらの神父がいる。聖書学の世紀の博士号を発行することができて、聖書レビュー・レビュー・ビブレイクや、 この優れた領域の様々な専門の著作、そしてより広範な人々に向けられたフランス語訳聖書を発行している。特にこの聖書はエルサレム聖書バイブルでジェローセロムとして知られており、翻訳の文学的な質と厳格な交渉を両立させている。ありがとうございます。